ディノデ・ラウレンティスは、イタリア出身の映画プロデューサー。ディーノデ・ラウレンティスの表記もある。本名は、アゴスティーノデ・ラウレンティス。ローマで映画制作を学んだが、第二次世界大戦勃発により中断。1940年の、L ・ウルティマ・コンバッティメントより150本以上の映画のプロデュースを手がけている。インディペンデントのプロデューサーとしては、カルロ・ロポンティと共に、 業界最高峰の人物で生きる神話の一人とも呼ばれた。1962年3月に来日している。2000年、米国アカデミー賞で、アービング・ジー・タルバーグ賞を受賞。2010年11月11日、ロサンゼルスで死去。91歳没。打つ。1949年に、イタリアの女優シルバーナ・マンガーノと結婚。4人の子供を儲けるが、 1989年に死別。最後の妻は映画プロデューサーで40歳近く年下のマルタシマハーで2人の子供がいる。A.B. ディノデラウレンティス氏死去映画プロデューサー。47ニュース共同通信。オリジナルの2011年12月22日時点におけるアーカイブ。 https://web.archive.org/web/20111222143159/https www.47news.jp スラッシュ cn スラッシュ2 0 1 1 1スラッシュ c n 2 0 1 0 1一一0 1 0 1 0 5 0 html2020 年7月16日閲覧。ありがとうございます。